暴走なの花号。暴走なの花号は、東京都と千葉県立山市、南房総市を結ぶ、中高高速バス路線である。全席指定制なので、あらかじめ乗車券を購入しなければならない。東京駅と立山駅、安房白浜を、東京湾、アクアライン、立山自動車道、富津立山道路経由で結んでいる。j r バス関東では支店ごとの独立採算制を、 重視しており、立山支店においても東京発の高速バス路線の一部を担当していたため、営業便による東京支店までの乗務員を送り込みという目的で設置された路線である。1997年、平成9年からの会員制バスのサーフロード号などとしての試験運行を経て、2000年、平成12年6月3日より定期路線化された。翌2001年、 平成13年7月10日からは、運行に、日東交通が加わった。運行開始からしばらくは、巨南富山インターチェンジから国道127号を経由していたが、富津立山道路の全線開通に伴い、流出インターが、富浦インターチェンジに変更、富山町物産センターフラクザトが、ハイウェイオアス富楽ザトに、発展的解消を遂げ、同じく、 富山町役場、現、南房総市は廃止された。また、立山駅から安房白浜まで、千倉町、現、南房総市の停留所を経由せずにショートカットする特急便が存在していたが、現在では廃止されている。2018年、平成30年3月現在、1日27、往復が運行されている。途中ほとんどの便が、 海ホタル PA で休憩していたが、実際は、約5から10分のトイレ休憩程度で、ショッピングは困難であった。なお、現在は、下り便は休憩はなく、上り便は、安房白浜市発便、立山まで一般路線バスとして走る便を除くのみが、機密パーキングエリアで休憩をする。その他の上り便は休憩はなし。また、一部の便は、か佐さなど駅前と、 高速竹岡、現、国道、竹岡の、両バス停を経由しないで通過する。その他の便は、富津中央インターチェンジ富津竹岡インターチェンジ、間で、一般道を経由し、両バス停を通る。また、一部の JR バス運行便では、立山駅園が高速バスから、一般路線の南房周線となり、白浜地区のホテル街や、旧暇村、立山、 糸漁港への乗り入れも実施されている。立山駅安房白浜間と立山駅、糸漁港間は、一般路線となるため相互乗降及び、定期券、回数券の利用が可能である。ただし、通常の路線車両の乗降方法、前乗り前降り、整理券方式運賃後払いではなく、高速バス車両を使用するため、運賃前払いとなる。JR バス関東の親会社である。 東日本旅客鉄道 JR 東日本が内房線で運行する特急サザナミと比較して割リアスな運賃と東京駅での乗り換えの便利さが好まれたことから休日はのきなみ満席状態となり二台運行となる便も出るほどであるこのことだけが理由ではないが2015年平成27年3月14日のダイヤ改正でサザナミが 機密駅立山駅間の運行を取りやめることとなった。運賃は、車内運賃と事前購入で金額が異なり、事前購入の方が割安となっている。乗車券は、JR バス窓口、沿線の販売箇所のほか、高速バスネットでも購入ができる。事前購入では、割引の早売り1、早売り14も設定されている。乗車券の電話予約は、JR バス。 関東のみで受付。また、各区間の通勤用、通学用の定期券も、JR バスの東京駅、立山駅で発売されている。駅レンタカー立山営業所での基本料金が、バスレンタカーでの同営業所への予約により10%割引となる特典もある。ハイウェイオアシスフラクザとと、三浦ビワクラブ、南宋文化ホール、チクラ駅前、南房総チクラ。 潮風、王国、安房白浜に高速バス利用者用の無料駐車場が設置されている。東京駅、乗車は八重洲南口、後車は日本橋口、福津つわ山バスストップ国道福津つわ山、ま佐港駅前国道竹岡、ハイウェイオアシスフラックサトマイナスと、三浦日和クラ部立山駅南総文化ホール、九十駅前チクラ駅前南房総チクラ、 朝日奈小公会潮風王国白浜郵便局、前ひくら合図リゾート、マイナスリゾートイン白浜、南海総安房白浜。東京駅、乗車は八重洲南口、校舎は日本橋口、ふっつ山バスストップ国道ふっつ山、かずさみ駅前国道竹岡、ハイウェイオアシスフラクサとマイナスと、三浦ビワクラブ立山駅安房神戸大賞の、浜安房自然村、 フラーパーク根本、長尾橋の島崎東大口安房白浜。東京駅、乗車は八重洲南口、校舎は日本橋口、福つ様山バスストップ国道福つ様山、か佐港みなと駅前国道竹岡、ハイウェイオアシスフラックサトマイナスと、三浦ビワクラブ立山駅宮城ファミリーを、立山前、旧西大川ステイ安房潮見西三崎9村、立山前から、 サカタスの先灯台前から、糸漁港。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。